はい、プレボールの前球陣です。ソフトバンク、モイネロの先発転向が白紙ということでございまして、はい、今回はですね、ソフトバンクの助っ人ピッチャー、モイネロ、キューバ出身の彼でございますが、今シーズンはリリーフから先発にね、転向するんじゃないかっていうところが言われておりました。まあそういった報道もね、いくつか出ていたっていう中で、そうなってくるんだろうなっていうふうには思っていたんですが、まあまあただですね、ここに来てそれが白紙になったんじゃないかっていう話が出ております。まだね、日本のメディア等では出ていないんですが、向こうのね、現地記事の方で、モイネロ自身が語っていたというね、話が出てきました。まあそうなればね、いろいろこう、投手事情っていうのも変わってきますし、白紙になった理由っていうところですよね。まあいくつか上がってはくるかなっていうふうに思うんですが、まあその辺も含めお話していきたいと思います。まずはその現地記事から見ていきましょう。はい、では見ていきます。ソフトバンク、モイネロの選抜転向案が白紙化。キューバの左腕、レバン・モイネロは、日本の野球ではソフトバンクに入団する必要があるため、エリートリーグ決勝戦への出場はあと1回となっている。ビナール・デル・リオ出身のリリーバーを擁する日本のプロ野球カサドレースでアルテミサを率いるユレスキ・ゴンザレス監督はこう言った。ジャーナリストのギレルモ・ロドリゲス氏は、左投手は投球規定のため今週金曜日は仕事ができないが、第4戦には出場資格があるだろうと述べた。ウアン・レイモンド・フィゲルドの活躍に支えられたカサドレースでアルテミサはマタンサスのクロコダイルを6対3で破り、エリートリーグ決勝を両チーム1勝で結びました。ベスト7を決定する第2戦で、カサドレースは昨日ビクトリアで、ジロン、スタジアムで地元の相手に敗れて受けた打撃を返した。で、こっからですね、数週間前、ソフトバンクがキューバ球界最高の投手の一人に、来シーズンに向けて新たな役割を与える可能性を検討していると報じられた。到着以来ブルペンをされてきたリバン・モイネロ投手が先発に再配置される可能性が高まっていると日本のサイト東京スポーツが発表した。私はリリーフを続けるつもりです。チームと話し合ってきましたが、リリーフを続けるという結論に達しましたと彼は語った。しかし彼は変化への扉を開いたままにし、将来的には先発投手していくかもしれないですが、今年はそうではないと語ったということになっております。はい、というわけで、まあモイネロ先発転向の話がね、出ていたってとこではあったんですが、現地のね、報道ではこのようなことになっております。まあモイネロのコメント付きっていうところもあるんで、まあまあ実際ね、今シーズンもリリーフで行く可能性は高いのかなというところでございますが、はい、ではまあそんなモイネロでございますが、改めてどういう選手か成績かっていうところしっかりと振り返っていきましょう。はい、リバン・モイネロ来日8年目、出身地はキューバ、1995年12月8日まで28歳、178センチ69キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちのサウスポーでございます。まあ、ちょっと体重がかなり軽いんですが、多分今はもうちょっとね、あるんじゃないかなというふうに思いますが。で、モイネロは2013年キューバリーグ入り、今季の年俸は約3億円ということになっております。で、複数年で3年契約2年目ということになっております。で、平均は昨年約153キロ、球種はスライダーカーブ、チェンジアップなどになります。キューバリーグで活躍し、10代から代表にも選出。2017年途中にソフトバンクと育成契約を交わして NPB 入りすると、6月に早くも試合が登録されます。勝ちパターンのリリーフとして活躍し、その後も安定した活躍を続け、2020年には最優秀長月のタイトルも獲得。一昨年は主に守護神として53試合に登板、防御率 1.03 と圧倒的な成績を記録すると、昨年もセットアッパーとして活躍しておりましたが、7月に左肘の手術を受けて、シーズン終了となっていたということでございます。はい、このモイネロ、キューバから派遣されて、かなり早い段階で試合下に上がっておりました。で、そこからね、主にまあリリーフやって、で、抑えもね、やっている時期もありましたが、もう長年ね、ソフトバンクのリリーフ陣を支えてくれているということになっております。で、成績見ていきましょう。NPB の通算は305試合で19勝9敗、135ホールド、40セーブ、300.1 イニングで、防御率が 1.95、奪三振率 12.65、与四球率が 3.96 という成績になっております。はい。まあ、NPB 通算で300試合以上投げているっていうところでございまして、防御率は1点台、さらに奪三振率は驚異の12点台ということでございまして、もう本当ね、圧倒的な成績を残し続けているということになっております。で、一昨年ですね、クローザーを務めていた時期もありまして、53試合で1勝1敗、8ホールド24セーブ、52.2 イニングで防御率 1.03、奪三振率 14.87、与四球率が 3.42 と、もう本当ね、無双級の活躍を見せていたということになっております。で、昨年もね、しっかりと成績は残しておりました。27試合で3勝0敗、13ホールド5セーブ、27.2 イニングで防御率が 0.98、奪三振率 12.04、与四球率が 1.63 と、まあ去年はね、怪我でシーズン途中で終了っていうことになってしまったんですが、まあそれでも防御率は0点台、まあ奪三振率は相変わらず、ズバ抜けておりまして、で、課題であったフォアボールですよね、そこが去年グッと減ったシーズンでございました。前から9位っていうのはすごかったんですが、こう安定感もね、
伴ってきたっていうところでございました。でそれもあってですね、今シーズンはモイネロ先発に転向の方針っていうのがね、割とこう早くから言われておりました。まあソフトバンク時代ね、先発が厳しいっていうところもありましたし、本人もね手術をしたっていうところもありましたから、まあまあそういうところもあって先発にっていうところではあったんですが、まあただ今回ね先ほど見た通り、まあ、白紙になったんじゃないかという話が出てきております。まああくまでまだね現地報道の段階ではあるんですが、まあでもねモイネロのコメント付きでそういう話が出てきたということになっております。はい、ではまあそんなねモイネロの先発は白紙ということでございますが、まあなんでそうなったのかっていうところもねいろいろお話していきましょう。はい、ではモイネロの先発白紙っていうところで見ていきましょう。でまずね見ていきたいのがソフトバンクのさっき1軍先発投手成績っていうところ、まあソフトバンクの先発事情っていうのをね今一度確認しておきましょう。昨年ですね規定に到達した選手はおらず、一番イニングを稼いでいたのが石川選手、23先発で 125.2 イニング4勝8敗防御率 4.15 奪三振率 8.52 という成績になっております。で有原選手が17先発 120.2 イニング10勝5敗防御率 2.31ダーサージ率 5.52、KBB が 2.96 という成績になっております。まあ、チームで唯一ね、10勝していたのがこの有原選手ということになっております。で、大関選手が17先発、104.2 イニングで5勝7敗、防御率が 2.92、ダーサージ率 6.54、KBB が 2.17 ということになっております。で、いろいろあったね、和田選手も20先発で100イニング8勝6敗、防御率が 3.24、ダーサージ率 7.65、KBB が 2.93 ということになっております。まあ、チーム内でもね、4人しかいない100イニング超えっていうところでございまして、勝利数も有原選手に次ぐ8勝、まあ、42歳、43歳にはなるんですが、間違いなくこう戦力っていうところはありますよね。で、100イニング以下の選手で言うと、東浜選手が17先発、99.2 イニングで6勝7敗、防御率が 4.52、奪三振率 6.59。で、坂東選手がリリーフもやりながら、先発で11試合に登板、83.0 イニングで5勝4敗、防御率が 3.04、奪三振率 6.29 ということになっております。で、昨年ね、台頭したスチュワート、彼が14先発 77.1 イニング、3勝6敗、防御率が 3.38、奪三振率 7.80 ということになっております。まあね、10先発以上した選手っていうのが、この7人ということになっております。で、こうやって見ていくとですね、やっぱそこまで抜群にいいわけではありませんし、防御率4点台の選手もちらほらいるということになっております。で、それもあって先発防御率っていうのは 3.63、リーグ5位ということで、なかなかね、厳しい状況になっておりまして、まあ、スタッツもやっぱいいわけではないよということになっております。まあ、なんで、こういう状況っていうところもありましたんで、モイネロが先発に回るっていうのは、こう割と当然の流れかなっていうところもありましたし、結構ね、こういい動きなんじゃないかっていうところも言われておりました。ただ、今回ね、そんな中、なぜモイネロがリリーフに戻ってくるっていう話が出ているのかっていうところではありますよね。まあやっぱね、先発の補強っていうのも満足にいっておりませんし、ドラフト1位もね、高校生の前田選手ということになっております。まあ即戦力のピッチャー1位で取れたかっていうとそういうわけではないんで、まあなおさらやっぱね、先発の方がいいんじゃないかっていうところではあるんですが、まあそういった中で理由っていうところを考えていくと、まず可能性1としては、まあ下位の選手が人的故障で流出したよということになっておりました。まあ山川選手の人的故障問題、まあこれがこう初め和田選手になって、そこから変わって下位の選手になったっていうのがね、もうかなり話題になっておりましたが、まあもともとね、こう流出予定ではなかった下位の選手が出ていってしまって、それを埋めるためにモイネロがリリーフに回るんじゃないかっていうねことがまあ言われております。まあこれに関してはそこまで下位の選手もねリリーフの序列が高いわけではないんでどうなのかなっていうふうに思うんですが、やはりねこう直前にこういうことがあったんで理由としてはそうなんじゃないかっていうところが結構言われたりしております。でそして可能性に、もう一つの可能性で見ていくと、まあ、バウアーやリヒョンジンら大物先発を取ってくるんじゃないかというところではありますよね。まあ、やっぱソフトバンクウォーカーをトレードで獲得したとはいえ、それ以外は何もね助っ人は補強していないっていう状況でございます。まだね試合下の枠っていうのも余っておりますんで、まあ補強っていうのは何か試合してくるんじゃないかっていうところではあったんですが、まあ大物の先発助っ人、ここを引っ張ってくる目処が立ったんじゃないかというところは一個ありますよね。で、助っ人で言ってもですね、スチュワートが先発で、モイネロがまあ先発リリーフとどっちなんだっていう状況で、オスナ、ヘルナンデスがリリーフと、ピッチャーが4人編成で、野手は外野のウォーカーのみということになっております。ここにですねプラス大物の先発が加わってきたとなれば、モイネロを先発よりもねこうリリーフに回して大物助っ人を先発にした方がいいんじゃないかっていうところではありますよね。まあ、当然スチュワートは先発です。そこにまあ先発の大物が入ってきて、モイネロ、オスナ、ここがリリーフで、まあ野手はねウォーカー、
もしかしたらもう一人ね、連れてくる可能性もあるんですが、まあそこを一人で、で、ヘルナンデスが保険的な要因。こういう布陣をね、狙っているんじゃないかっていうのも、まあ一個考えられるのかなっていうふうに思います。まあまあそうであれば、かなりこう強力にもなってくるかなっていうふうに思いますし、まあまあ納得な動きでもあるのかなっていうふうに思いますが、まあまあ果たしてどういった理由でモイネロがリリーフに回ってくるのか、まあまだね、こう確定っていうわけではありませんが、まあ何かしらね、アナウンスがあるんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあまあモイネロ抜きにしてもね、今後ソフトバンクの動きっていうところ、当然補強っていうのは動いてくるとは思いますんで、こうちょっとね、全体的に助っ人の市場っていうのが動きが遅いっていうところもありますんで、まあ補強状況っていうところ、モイネロのリリーフとともに、ちょっとまあ注目ではありますよね。はい、というわけで今日は以上です。最後ね、ネットでの反応見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。モイネロが中継ぎやるとして普通に考えて、カイノが去ったからなんて理由なわけなくないか。セットアッパーでもない投手消えたからってさすがに中継ぎ戦にはおかしいだろう。まあ普通じゃないのが福岡ソフトバンクホークスなんですけども、ということで、はい、まあそうですね、やっぱね、結構言われているみたいに、カイノ選手が人的で出ていったからモイネロがリリーフに戻されたんじゃないかっていうのは、まあ、確かにね、普通に考えたら違うんじゃないかってとこはありますよね。まあ、カイノ選手、当然こう優秀なピッチャーでございますが、ただ、ソフトバンクの序列的には、やっぱそんな高くないっていうところはありますよね。まあ、去年で言うと、ホールド数は8、セーブが2っていうところもありましたし、まあ、バチバチのセットアッパーかっていうと、そういうわけではありません。まあ、さらに、オスナもね、リリーフに残って、藤井選手も、まあ、リリーバーにっていうところでございます。まあ、そういった中、わざわざね、モイネロ、リリーフに戻す理由としては、やっぱ、弱いんじゃないかなっていうふうには、個人的にも思いますんで、まあ、どっちかというとやっぱね、大物助っ人先発の獲得に目処が立ったんじゃないかなっていうふうに、個人的には思っておりますが、まあ、ただ、実際は、どういうふうな理由かっていうのはわかんないですし、こうもっとね、違う理由なのかもしれません。まあ今はね、そういう事情っていうのもなかなか見えてこないんで、なんでかなってところではあるんですけど、こう少なくともね、ポジティブな理由であってほしいかなというところでございますが。で、こちら見ていきましょう。モイネロの選抜選考、素直に、1、プロ野球ファンとして見たかったのと、成功したらライデルの選抜の可能性が少しでも生まれるということを考えたら、やっぱ、中継ぎっていうのは残念で仕方ないということで。はい。まあそうですね。やっぱまあまあ今回、モイネロが、リリーフに戻るんじゃないかっていう中で、私もね、こう特別ソフトバンクファンっていうわけではないんですけど、やっぱまあモイネロの先発は見てみたかったなっていうのはね、まあ正直なところで言うとありますね。やっぱ本当にね、年々成長っていうのを感じておりましたし、去年はぐっとフォアボールっていうのも減っておりました。まあそういった中で、このモイネロが先発でも無双できるんじゃないかっていうところがね、楽しみでしたし、もしそうなったらいろんなピッチャーにね、やっぱこう影響を与えるんじゃないかなっていうところはありました。まあそれこそ中日のライデルなんかもね、無双してますし、モイネロよりね、まあもしかしたら先発の適性がある可能性もございますんで、まあまあそういうところ見たらやっぱね、先発モイネロっていうところ、まあ単純にこう興味として見てみたかったなっていうところではあるんですが、まあどうやらそうではなくなりそうということになっております。まあでも今季はリリーフっていうところではあるんで、まあ来季以降ね、先発になる可能性っていうのも残されております。まあもしかしたらね、今後もチーム状況によっては、今シーズン途中に選抜制っていう可能性もね、ゼロではないんで、まあ全然ね、その可能性が閉ざされたわけではないんですが、まあ少なくともこう、NPB のキャリアのうちで選抜制っていうところ、見てみたいなっていうふうには思いますんで、まあ将来的な話になるね、可能性は高いんですが、まあやっぱその辺も期待ですよね。はい。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲーム、セット。ありがとうございました。